こんばんは、吉田さん。まあ確かにね、まあなんかそれらしいことを言われている、そういう人もいるんですけども、まあ多くがちんぷんかんぷんで、まあいちいち反論しないんですけどね。まああのゆっくりと口をつぐんで聞いているんですけども、静かにうなずくだけなんですけども、まあ目先のね利益が取れなくって、一体何の利益が取れるんだろうと思っちゃいますよね。目先の損得にやっぱりこうしっかりとこだわらないといけない。もちろん損して得取れみたいなこともあるんで、いつも得ばっかりしろってわけではないんですよね。きちんと周りの人に得をさせるために、提供するために瞬間的な損を被るってことも当然あるわけですよ。まあ、例えば無料オファーとかね、最初に無料のプレゼントをいっぱいあげて、その中の一部の人から売り上げが立てばいいなっていう見込みでやるわけですよね。だからこう試食とかね、まずこちらから身銭を切っていくわけですよ。でそれすら目先の利益を狙ってるわけなんですよね。で目先の利益を狙うなって、まあ狙うなという人はいないですけども、確かに、明日も出社する人は目先の利益ですよね。明日出社することによって明日の給料が入るわけですから。で目先の利益、例えば上司に忖度するとかね、取引先の顔色が上がって本音でもないのようなことをやってしまうとか、これ全て目先の利益だと思うんですよ。でそれは別に悪いことだと思わないんですよね。で自分の暮らしを成り立たせるために、まあ、嘘も方便やってみたりとかするわけですから。もちろんずるいことやったりね、買収やったりとかね、人を傷つけたりとか、そういうのはあまり容認できないんですけども、そのビジネスっていうルールとフィールドの間では認められてることが結構あってですね、まあ、それをリサーチして、ビジネスの場ではどんなことをやってもいいのかなとか、何をやったらタブーなのかなってことをしっかりと認識していかないといけないかなと思います。さあその中でですね、お金を稼ぐビジネスをする上で FX をやってもいいですし、転売をやってもいいですし、それこそ情報を発信してもいいわけですよ。情報商材とかってね、なんかこう卑下した言い方がありますけども、一部にはそういったものもあるでしょう。いや一部というか大多数がいい加減なものだと思いますよ。でもいい加減なものと真っ当なものを見分けられない人が、情報商材を一括りにしてインチキっぽいものだというふうに決めつけるのも、それもね、まあ、お金の勉強が足りていないかなと思いますし、まあ、目先の利益をしっかりと取っていくことだと思うんですよ。まあなんですね、あのお金に困ってる人が、なんかお金の綺麗さを訴えるとかね、目先の利益がどうだとか言うっていうのは本当ちゃんとらおかしいなというところもありますし、まずやっぱりこう資本主義経済の中で生きてるんだったら稼いでから物を言えって感じですよね。稼いだからこそ社会的弱者に寄付もできるし、まあ、生活保護費用もそういった中から捻出されるし、その他の弱者救済案っていうのも誰かがしっかりと稼いで、いわゆるね強者が、金持ちが提供するところもあると。しかもお金を稼いだ人っていうのはあまり小さなお金にね、小さいこと言わないわけですよ、文句をね。それはお金を稼がしていただいた消費者のおかげ、社会のおかげ、みんなのおかげってことが分かるからですよね。どちらかというとお金がない人が人を憎んで人を足を引っ張ってね、あいつのせいで自分がこんな目に遭ってるとかね、弱者救済が行き届いてないとかってなっちゃうわけなんですよ。もちろん正しい発言もあると思いますけども、まずやっぱり自分でできることもあると思いますしね。でできることがないんだったら少なくともやってる人の邪魔をしないことかなと思いますし、まあ、目先の利益こそ全て、まあ吉谷さんの場合はね、目先の利益もすごく大事にしてると思いますし、まあ私もね、目先の利益どころか過去の損失をなんとかしないとなってことでずっとやってきたところがありまして、その勢いがまだね続いてるっていうだけで、まあ目先の利益ね、なんでしょうね、私もね深く考えてないんでね、あんまりいい言葉が出ないですねただなんか感情のままにやってなんかこうなったみたいな感じですからね。まあ今日もね動画いっぱいやり取りできてよかったなと思います。いってらっしゃい。